皆様ありがとうございました。どうぞお席にお越しください。以上で大統領集まりのセレモニーを終わります。続きまして王者清水健吾選手よりチャンピオンベルトの返還です。さあリマッチになります。2人にとっての再戦、そして前回がノンタイトル戦でしたので、清水健吾選手は今回タイトルマッチチャンピオンということでベルトを守れるか、あるいはこのベルトが海外に流出してしまうのか、その大切な一戦でもあります。190cm 91.8kg 道場ピーターズ所属ワイルヘビー級1位勝利者直近の試合で勝ちを収めています。スターク、バダ・フェルダオスです。 186cm、96.7kg 極真海南所属、本日が2度目の防衛戦、ワイルヘビー級王者清水健吾。ライズのヘビー級チャンピオン2度目の防衛戦、今回がリベンジマッチでもあります。清水健吾、さあ名イベントです。熊越さん、はい、どういったところにポイントを当てて、ご覧いただきましょうか。そうですね、前回は1ラウンドでね、清水選手 KO 負けだったので、はい、まだ選手がですね、やっぱその時の感覚があって1ラウンドから攻めてくるかもしれないので、はい、それにどう対抗するかですね。1ラウンド目を離すことができませんね、これね、はい。期待さんはいかがですか。やっぱヘビー級なんで、はい、ヘビー級らしいこう動きのある大きい感じの試合を見せてほしいなと思います。迫力のあるね、バターンというねシーンが出てきたら、これはもう震えるものがあるかと思うんですが、さあ試合が始まりました。名イベントです。ライズのヘビー級タイトルマッチチャンピオン清水健吾からまずミドルキック放っていきます。極真魂がその気持ちが拳に、そしてキックにこもっていきます。今回はまあ本当に気持ちを引き締めて清水はこのリングに上がっています。おー出てきます。ノアと右のパンチ、わーやばいですね、強いですね。バタだったら本当に倒れてますね、まあ清水選手はですね、このスターク選手のことにパンチにしろキックにしろ攻撃が長くて、そして回転が速いとそのように言ってますね。おーハイキック事故ですね。あー確かにそんな感じですね。重たそうですもんね。すごい落としてます。あボディブロー、まあ、長いというのは距離という意味もあると思うんですが、これだけの距離を放ちながら簡単な踏み込みでこの攻撃が届いてきます。右かぶせてきました。そして体育館を、いやーなんか動きが前回よりも熊本さんスムースなような気がするんですが、はい、そうですね、回転が速いですね、はい、この日本に飛行になれたのか。清水が押されていきます。このパワーチルがさらに攻め込んでいく。スタークボディから顔面、清水さんコーナーで戦っています。出ていきました。あでも清水選手今よく見えてましたね、はい、はい、じっと落ち着いてます。そうですか、よく話します。ただバダの方がですね指摘してたんですけど、清水選手はディフェンステクニックが甘いと言ってたんですけど、それはちょっと言えると思うんですよね。おうおうおう、これはかわしました。潜り込んだミドルキック、大振りしていきます。スターク右ストレート、さらに追い打ち、これはもらってはありません。避難しています清水健吾。アッパーカットを振り回してくる、いや飛びかかってきた、絶対中央を見せてきます。さあ今度は逆に清水が追い込んでいきます。ポジションが変わりました。おっとまた入れ替わる、右ストレート、あー来ましたね。おー下がった下がった、スターク下がった、いいてます、股が下がりました。清水は追い詰めていきます。後ろロープ左から、さあ極真のこの破壊兵器、その破壊兵器たる攻撃が見られるか。いやすごい長い距離の右のストレート、あーこのーいいローであります。北井さんどうですか今のローは。いやー重そうです、もらいたくないですよね。あー嫌ですよねあんなローはね、嫌がってますね、はい、ちょっとそういった感じが嫌がってるあの素振りがスターク選手に出ています。タイキックは同時打ち相打ちになりました。
これを受けました。がっちりしている清水でありますが、あれをもらい続けるのはちょっと熊崎さん心配ですよ ね。第1ラウンド終了しました。やっぱり存在感あるんですが、まあ2人でやってると北井さん、おそらく、バダ選手は心強いでしょうね。そうですね、やっぱりもう違いますね。はい、まあ、あの日本に来日して、どこかで食事したりするんでしょうけども、やっぱりファンの皆さんに囲まれるよう、いいローキックです。人気のピーター・アースさんが後ろについています。スタークバダ・フェルダオス、ハイキック、さあ進んでいきます、詰めていきました。熊子さん、さっきからローがいい感じで、ね、ヒットもしてます ね。清水選手は効いてますね。飛びかかってきます、この上背でこの重さが飛びかかってきます。タイミングよく入ってますね、はい、ローが。その辺は十分清水健吾も気をつけながら中に入ってきますが、この右のパッチがよく被弾してますね。そうですね、あ、また右ですね。これは止めます、止めます。グローブの上、真正面で打ち合うのはかなり危険な感じがあります。ピーター・アーツも右ストレート得意でしたからね。なるほど、なるほど、その辺はピーター・アーツに譲りか、右踏み込んでいった時、右を軽くですが、またもらいました。今度はスイングしていきます。いやー、すごい迫力で打撃打ち込んでまいります。スターク、ロー、北井さん嫌がってるんじゃないですか。嫌がってますね、すごい嫌がって、はい、ガード上げて蹴っていきたいと思います、はい。相手はもう足長いんですから、膝から下は非常に長い、そこにもう的は大きいということになります。清水健吾のローキック、いや今回はハイキック、ボディ持ちます。ちょっと呼吸が荒くなってまいりました、はい、ヘルダオス、ちょっと削られてますね、まだ、はい、そんな感じですね。おうおう、長丁場ですから、戦おうと思ったらこれタイトルマッチ5ラウンドありますからね。1ラウンドやっぱあれだけのラッシュミスなんで、はい、とスタミナが、あーだだだ、いやこれはタイミングちょうど突っかかっていったところだったんですけど、でもこれ、あの北井さん、清水選手はいい感じになってきますよね。いい感じになってきてますね。ガード上げたいですね。あ、ガード、はい、上げました、聞こえたんじゃないですか。さあガード上げて、距離は清水の距離になりつつあるようですが、まあ、熊子さん、長い距離になりますと、この相手のバダのですね、長いパンチが当然飛んできますからね、いい感じで。まあ、後半になればなるほどですね、はい、これ清水選手の有利になってきそうですね。あ、はい、ただやっぱり一発があるんでね、ヘビー級は。そうなんですよ、一発で試合してるからね、分かんないですよね。前回の試合もそのパンって当たった一発からかなり清水選手はね、はい、あの悪い方向、悪い方向に進んでしまいましたからね。そうですね。お、あれ、まあ、かなり疲れてますね。ちょっと失速を始めましたか。失速しているようです。そして北井さん、足元がちょっとふらついてないですか。ちょっとちゃんと踏み込めてないですよね、はいはい、ういう、かなり土台が怪しくなってきました。スターク、バダ・フェルダオス、スタミナでいったら極真の猛練習で鍛えてまいりました清水。そうなったら負けれないですね。同じものやっぱり清水選手に今そうって気持ちとして戦ってるわけですからね。頑張ってほしいですね。応援したくなりますよね。さあ第3ラウンドです。あ、ちょっとなんだ、マウスピースを加えてなかったのか。さあちょっとした、まあ、熊子さん、今みたいなあの動きもですね、ちょっとした焦りから出てきてるものかもしれませんね、はい、スタークはやっぱちょっと苦しいんだと思いますね。はいはい、極真のすり足で近づいていきます。じわじわとミドル、大丈夫だというジェスチャーしてますが、相手って大体期待さん聞いてますよね。大体聞いてる人多いですね。多いですね。もうこれはもう正直者、スターク、バタヘルダオス、アオウ、ローキック、もうローを受けられないじゃないですか。足が滑ってますよ、踏ん張れてない。これ熊久保さん、ローが突破口になりませんかね。ありますね、はい、完全におそらく清水選手も大きくしてのハイキックで打ったと思うんですよ、はいはいはい、今のスピンキックだって軸はもうちょっと怪しいですもんね、はい、うまく回転できていなくなっています。うまく踏み込みできてないから、はい、右ストレートの威力が弱まってると思うんですよね。なるほど、なるほど、ボディー食らわしました。さあここからが清水の真骨頂、詰めていった清水の距離になります。膝が舞い上がっていく、そしてハイキック、じわじわじわっといっています。ボディも効いてますよね、ボディ、あのガード下げてますもんね。
無茶振りしてきます。一発があるかわからないですよね。そうですね。健吾コールが頭をします。さあ口も開き始めました。右ストレート、これ怖いですね。右ストレート、これやっぱりまだ威力があります。ヘビー級だから本当わかんないですね、はい、どんなに落ちになるとも倒せる一発ありますね、はい、まあこれです、これこれ、はい、聞こえ、はい、いや清水選手もさすががっちりはしてますけれども、今受けました。さあ距離を詰めていきます。膝を持っていきます。そして顔面1分切ります。天下岡田飛び膝、倒したのか。今飛び上がったところ迎撃したような感じなんですけども、これは段には取ってくれません。ボディブローを放ってきました。ずいぶんスターク、ダバはスピードが落ちてまいりました。これ完全に北井さん失速してますよね。失速してます ね、練習不足ですね。練習不足か清水の圧力に屈したのか、だんだんとスタミナが失われているようです。もうピーター・アーチさんが俺がやるみたいな感じでものすごい顔でなんか指示出してますよ。前伸びですね。お前何やってんだっていう感じでのすごい赤鬼の表情を浮かべているピーター・アーチです。左から21歳の若武者がスタミナ切れを起こしています。おっとボディブロー、1回詰めていきました清水健吾。3ラウンド目終了。随分スタミナを誇る北井さんに聞いた私がアホでした。ただやっぱりそうやって戦い方はあるわけですよね。スターク選手も多分ピーター・アーツさんがその辺を指示したんだとは思いますが、第4ラウンドです。さあ熊本さん、はい、清水選手このラウンド結構いったも、あ、出てますね、もう出てます ね、ちょっとでもバダは気持ちも折れかかってるんですよね、はい、もっとロー打った方がいいんじゃないですか。打ってます打ってます、明らかにロー。さあこれ得意のハイキックで倒せるんじゃないですか。可能性ありますね、やっぱローに相当意識がいってると思うんで、ローとボディですね。あのピーター・アーツさんみたいな、はい、感じのハイキックで最後は仕留めるか、あるいはローなのか、あるいはパンチか。もうとにかく清水選手は KO で勝ちたいって言い切ってますからね。そうですね、 KO の彼は KO でとかですね。そういうことですね。おーおー、当たるとやっぱり破壊力はまだまだ秘めているスターク・ダバ。バダ・フェルダオス、後ろにピーター・アーツさんセコンドランいるんですけれども、ものすごい声を出しています、走っています。おう、1分45秒を切ります。ちょっと狙ってる感じもありますね。あ、ね、清水選手がですか。フェルダオ、フェルダオ、はい、ちょっと一発当てたよってのあるじゃないですかね。あ、もうそういう逆転劇をはっぱかっとはっぱかっと、結構北井さん危ないですね。ヒヤッとするパンチもまだ持ってます。アイキックは頭に引っかかっただけ。清水が逆に詰めていきます。何か狙っている感がありますけれども、気配がありますが、フェルダオス2回戦足元がふらついています。左のパンチテンプルに持っていきます。ロークックを放ちながらも苦しめな表情。曲げりですね、曲げり。ご家族も見守っている今回のこの東京後楽園ホール、清水健吾2度目の防衛戦、いい感じで、いい感じに試合を進めています。おう、あ、それも向かってきますよね。そうですね、はい、いいガッツしてますよね。あ、このまま不安なく降りたら鬼より怖いピーター・アーツさん待ってますからね、はい、アイスクーン。そしていた、あとちょい、もうちょいです。それからふわっとなんかかなり削ってるんですけどね。そんな感じです。右ストレート、はい、1回。第4ラウンド終わりました。お嬢ちゃんもやっぱり空手やってるんですって。
そんなこともね、まあ、あのその先は自分で決めることとおっしゃってますが、清水、うん、お父さん、さあ第5ラウンドです。もうあれですね、バダはピーターアートでかなり激が飛ばされているので、ねね、あーっとそれよりも目の前の清水がかなり怖い表情で迫ってまいります。清水選手はこれもう北井さん倒す気で来てますよね。そうですね、来たねーくらつく倒してほしいですよね、ここ、そして北井さんの願いもこの清水選手を後押しします。このキックから左に返していきます。いいからです。何にしろライズの一番重たいヘビー級のベルトが流出しは困りますからね。そうですね、グラついた、おー、なんとかこらえます。スターク連打押し、清水は最後フィニッシュブロー、どこに持っていきますか。ふらつきながらも結構おー頑張っているこのベルト押しなんですが、熊本さんどうやったら最後フィニッシュまで持ってきますかね。そうですね、まあ、清水選手のフィニッシュはハイキックか左フックでしょうね。あここで折れそう、気持ち折れそうですけど、ガッツありますよ、バダも。ピーターアーツが今キャンパスぶったたきました。何やってんだというところでしょう。さあ最後フィニッシュだ、ついにダウンをしてしまいました。ダウンの判定にアーツさん怒ってます。それはないだろうということなのか、違う意味なのか、なんかこう困った表情はフェルダオス、心がもう折れそう、心がダウンしそう。さらにいきます、ワンツー、ボディーブロー、さらにアイスキック、あと1分切りました。おお左ローから左から剣のコールが後押しします。おう、ふらついています。膝、膝を前上げていく、回転からさらにハイキック、あともう一押し、ボディブロー、強烈な膝がめり込んでいきます。あと一発か、キャンバスは近いぞ、いいから、さらにもうふらついてる、ふらついてる、揺れてます。ベルダオス、バッテルの精一杯、はい、来た、つかみから、フラフラ状態です、あと10秒、もう、ごまかしてるだけですね、はい、ドーン、試合終了です、ね、ジャッジ小川、48対47、お、競ってますね。赤清水、まず清水なんと1ポイント差。ジャッジアギア49対47、赤清水、清水勝ちました、リベンジ成功です。赤清水3対0ということになりました。チャンピオン清水健吾、ヘビー級のライズのベルトを守りました。表情を浮かべています清水健吾選手です。巨神会館の清水です。本日は、皆さんご来場いただきありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。バタ選手ありがとうございました。Thank you very much バタ。前回 KO 負けして、本当に気持ちを入れ直して本当にこの試合に向けてしっかり練習してきました。その成果が少しは出たのかなと、思います。次回、12月17日に、両国で大きな大会があります。先ほど煽り VTR でもありましたけども、その日はですね、私の、35歳の誕生日でして、まあ、そこでですね、まあこうまあ、自分への誕生日プレゼントとしていい試合ができればなと、思っております。そうですね、アーツ選手よろしければお願いします。ミスターアーツ、I want to fight with you, with you. Let's next fight
please. そこはあのよろしくお願いします。ファイトマネーの話ですか。ファイトマネーをいただければやりますと。本日はですね、最後までご観戦いただきありがとうございました。本当にライズマンの夏川選手を中心にですね、大変盛り上がってますので、ぜひ次回大会、またその次も、どのライズの、応援をよろしくお願いします。おっす。みんな極真関係の方みんな上がってください。写真撮りましょう。後でだそうです。ちょっとじゃあその待機しててください。そうですね、まあ今回ちょっとあのパンチもらいすぎてちょっと記憶がちょっと飛んでて、いい試合だったかちょっと分かんないんですけども、そうですね、まあ先ほど見ましたけども、ぜひですね11月、まああのちょっとですね、まあ、自分の中ではちょっと今最後の大会というふうに決めてるんですけども、35歳の誕生日にですね、いい試合ができればと思ってますので、ぜひ皆さん11月17日、両国応援に来てください。よろしくお願いします。おめでとうございました。